どうも、花です。今日もね、台所詰まり、やっていきます。まあ、今日の物件さんは、台所が鬼階にあるっぽいので、まあ、いつも通り状況に応じてトーライアフレックスシャフト高圧洗浄で対応してどうなるかっていうのをちょっと見ていただければと思います。じゃあ本編スタート。まずはね、いつも通り通水確認からスタートしていきます。水がね、すぐ上がってきちゃいますよね。今まで洗い物とかってどうされてました？これを外して、そーっと洗って、はい、休んで、洗って、休んで、はい、そんな感じになっちゃいますよね。でも待って、洗ってっていう。台所下の状況ですね。オーバーフローのところがね、若干修理した後あるなーっていうところなんですけども、今回は特にそっちは関係ないです。台所排水から曲がって蛇腹に交換してって感じです。排水管と蛇腹ホースのつなぎの状況ですね。まあ、ごくごく普通の蛇腹、サンリーゴム、排水管っていう順番ですね。外の排水マスの状況ですね。これだとトラップマスになってるかなーってところです。このね、トラップマスにも掃除口があるとは思うので、それを探していきます。掃除口はね、このシートの下にあるんじゃないかなと思って剥がしていきます。やっぱりありましたね。しかもしっかり通気の蓋使ってますね。トラップマスの中の状況ですね。特にこのトラップマスで詰まってるっていうことではないですね。見れるかわからないですけども、排水管の中を内視鏡で見てみましょう。これが蛇腹ホース外した台所の排水管で、はい、降りて最初のところに結構でかい油がいますね。はいはい、多分この先は見れないかな。もうこうやってレンズに、うん、もう水の中なんですかそれ。あ、水の中と、お、すごいな油が。今内視鏡の頭にぐっちょりついたような。お、すごいすごいすごい。こんな感じで、あ、ただあれですよね、洗濯機も流すと水が上がってくるような感じですもんね。なると洗濯機も合流した先でまだ油が詰まってるとは思うので、台所周辺だけじゃなくて多分 1,2 メーター行った先も全然詰まってるんじゃないかなという予測ではあるんですけど、ね、いろいろと下に漏らさないようにやっていきますね。全体の状況が分かったので、これから作業を開始していきます。まずはね、電動トーラーで油に穴を開けて水が通るようにしていきます。トーラーのヘッドはまずはこのタイプを使用していきます。この蛇腹ホースは花がね、作業しやすいように加工した蛇腹ホースです。今回はね、お台所が2階なのでやっぱりね、漏水が一番怖いので、慎重に慎重にやっていきます。ゆっくりゆっくりトーラーを入れてって、トーラーでだいたいどの位置に詰まってるのかなーって想像しながらワイヤーを入れてってますね。まあね、あとは、まあ、手の感触で曲がりなのか油に当たってるのかっていうのはあらかたね、わかるかなと思います。本当にね、ごくまれにくっそ硬い油に当たったりすると、ん？何これってなったりします。今のね、この映像はね、明らかなんかこうトーラーに違和感があったので、
まあ、違和感ってあのいわゆる油がいるんじゃないかなっていうところに当たったので、その油に対してねトーラーが先に進んでくれればこの水位がちょっと減るんじゃないかなと思って撮影してます。ああやっぱ引いたかな、うん、おー、ああ引いたやっぱそうだな、そうだな、今こうぐーっと水が引いてるんで、今ちょっと何回かワイヤー出しにして水を逃がしてあげて、なんとなく一番詰まってる場所が理解できたので、今2箇所目を何回か出し入れしてあげて、そうですね、今2箇所こうワイヤーが入っていきにくいというか変な感触というかがあるので、そこをちょっと重点的にやってあげてですね、今回最初からこう高圧洗浄を入れていいというか入れたいところではあるんですけど、まあ、洗濯機使うと上がってくるようなことだったので、まあ、もし台所にのシンクに水が上がってくる分には全然問題はないんですけど、洗濯機の方でなんか水上がっちゃって悪さしちゃうようなことあると、まあ、また同じような感じで1階に持っちゃうことがあるので、ちょっと手間ではあるんですけど、まあ、これが確実に果敢に漏水しないで済む方法なので、こんな感じで今やってますね。今ねトーラーを回収している最中です。トーラーの先端に何かくっついてないかなと思っての映像ですね。これ全部油です。あ、これが油ですよね。うわそれ固いんじゃないですか。あ、まだけど柔らかいです。まあ、これが結構てんこ盛りにいるんじゃないかなっていう感じですね。まだ詰まってるのは比較的近めな場所でありそう。まあ見れてないのであくまでも予想ではあるんですけども、これ次ちょっと違う先端でやってみて、とりあえず水が流れるように今はしてる感じですね。次はねこの首がくるくる回るというかドロップヘッドっていうタイプの先端ですね。さっきのねヘッドと比べて結構ね柔軟に動くので、また違った箇所の油が取れるっていうイメージです。あ、2回目の方が若干そのゴロゴロした油が見受けられるので、まあ、この形になってるやつですよね。うん、まあやっぱ硬い油もちょいちょいというかこの感じですと、うん、いるかなと思います。これでね通り道ができたと思うので缶の中を内視鏡で見ていきます。これで水は流れるようになったんじゃないかなと予想です。水量で缶の中に水面がここでステイしているのはまだ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 ですね。おかしいですね。ただまあ全然前進はしているので仕上げにはならないですけど。
この辺は全部油ですね。で、パンの下がこっち。で、こう、うまいこと円形に削れてるのは、このワイヤーを入れてたから、うまいこと。すごいな。ミクロの世界。すげえ。ここも全然ないんだ。ああ、なるほど。当たってるとこだけ削れてる感じですね。そうですね。で、缶の下も残っちゃって、こっちで上に一回ワイヤーが上がって、また先行って。これ洗濯機の方行ってるって感じですか？そうですね。どこかで洗濯機にぶち当たるはずなんですよね。またここで水が溜まって、うわ、熱いなこれ。ですけど、今トーラーでできることはここまでかなっていうところですね。で、洗濯機が そういうことか、本当にケージなんだ。すぐ行くとそこの台所に行くんですか？はい、ちょっと台所水流してきますね。多分この奥から流れてきて、はい、ここに落ちるような仕組みだとは思うんですよね。水流します、ね、はい。コポコポ言って、あ、流れてきました。落ちてますよね。落ちてます、落ちてます、はい。すごい珍しい作りですね。あ、そうなんですか。これトンボみたいな作りになってるんだよな。になるとこっちから入れると台所の下手から見れてるような感じで、はいはい、何か合流してるな。洗面じゃないとは思うんですけど。あ、洗面所だ。なるほどなるほど、いいぞ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 。あ、でこれがあのトーラーで崩してきた油たちですね。今ボローンと取れちゃってる。あはは、はうまいこと。で上にこのぐらいの、うわでっけえなー。ただ作業はちっとやりやすいかなっていうところですね。ちょっと今の状況を解説してみましょうか。ざっくりね、図面を描くとね、こんな感じなんですよ。さっき内視鏡を入れてたのが洗濯機の排水管から入れて、縦管がねチーズで撮ってるんですよ。でチーズのその先行くと洗面所、台所ってつながってる感じなんですよね。でさっき見た感じ、洗面所のところまではそんな油がいなくて、洗面所の奥行った台所方向に油がゴロ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 いるっていう感じですね。この図面が頭の中に完成したので、じゃあ洗濯機から高圧洗浄入れれば楽なんじゃねーってまあ思ってはいるっていうところなんですよ。確かにね、高圧洗浄するのは楽なんですけど、まあね、その先のことはこの次の映像を見ればわかるかなっていうところなので、次の映像は縦管手前に内視鏡を設置して、で台所方向に高圧をかけていくっていう映像になってます。まああれですね、シークバー見たら、うん、長編の動画になってる理由がわかるかなと思います。現場の花さん頑張ってくれ。このね、下に穴が開いてるのが縦管になります。
洗面所行ってんだな。それではね、仕切り直して台所方向高圧洗浄していきます。ゆっくり手前から剥いでいく感じですけど、でかく剥げちゃうと、こんな感じなんだよな。本当はね、ゴリ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 台所方向にワイヤー入れていきたいんですけど、でっかい塊で油が剥がれたら縦管に落とす術をね、どうしようかってちょっとドキドキしてる感じですよね。まあね、なので本当にちょっとずつちょっとずつワイヤー入れながら、細かく油剥がれてくれと思いながら作業してる感じです。今のところ細かく剥がれているのでいい感じですよね。奥になんか嫌なの見えましたね。剥がれちゃったもんはしょうがないので縦管まで引っ張ってきます。またここが詰まるとするじゃないですか。でするとあと洗濯機、洗面、台所のどこからかが溢れてきちゃうんですよ。水の逃げ場がないので。で台所から内視鏡入れた感じ、こういった感じでゴロゴロいっぱい油が取れちゃうので、まあ、まずどっかで詰まるだろうとはではいたんですけども、これは今下に落ちてる。そうです、その下に落ちるパイプよりでかく油が取れちゃってるんで、こうすっぽりはまっちゃってるというか。基本的にはこう曲がりで縦で落ちてることが大半だったので、縦のところまでこう押し込んじゃえば、あとそこから外から回収は平地にしちゃうと、こんなんになっちゃうんですよね。ちょっとやってみますよ。まあね、ああだこうだ言ってても仕事は終わらないので、もう覚悟決めてやるしかないですよね。でかいね、油が起点となって大渋滞を起こしてる感じです。でね、今これね、怖いことが起こってるんですけど、わかりますか皆さん。で、こっち
口から水が流れてこなくなっちゃうと怖いのが。こういうことなんですよね。今これ何が起こったかっていうと、台所と洗面所の間で高圧洗浄をして剥がれた油が詰まって、その間にも高圧洗浄のワイヤーから水は出続けるので、水のね行き場がなくて、今のね台所の排水管から水が溢れてきたっていう状況なんですよ。ある程度ねこういった事態は予測はできたので、排水受けるようにこうバケツは置いといたんですけども、実際にこういったことが起こるとね、まあちょっとビビりましたよね。マジでねこの予防策してなかったら、鬼界に台所があるので1階にこの排水がダーッと天井から降ってくるっていう状況が起きえたので、まあなんとかねやっぱりねちゃんと予防はしといてよかったなーって安心する反面、あっぶねーって本当に思ったシーンです。まあこのバケツの中にね軍手入っちゃってるんですけど、それはねまあいいってことよ。台所から溢れるのが怖いんで、ちょっとアブノーマルな使い方ですけど、こっちに水が上がってくれば台所から水が上がってきちゃうってことなんで、確認しながら、結局今ここの出口を大きい油が塞いじゃってるような状態なので、水の逃げ場がちゃんと作れてるかっていうのが一番怖いと思うんですよね。今見てる内視鏡は洗濯機から入れてる内視鏡で、もう一つの内視鏡は台所に水が上がったらね分かるようになってる内視鏡です。まあねこうしとけばより漏水を気にしなくて済むので楽なんでこう使ってますね。高圧洗浄だとちょっとね無理ゲーだったので、フレックスシャフトで油崩しながらやっていきます。今はね、これ洗面台から水を流しているところです。あらかた大きいやつはね落とせたので、次は高圧洗浄にまた切り替えてやっていきます。またね高圧洗浄やると大きい油が剥がれちゃうので、また大きい油剥がれたらフレックスシャフトで砕いてっていう感じですね。高圧洗浄ってねどうしてもこうくっついてる油を剥がすっていうのは得意なんですけども、剥がれた油を細かくするっていう意味合いだと高圧洗浄だと不向きなんですよね。立て替えに内視鏡を入れてみますね。立て替えに油溜まってましたね。とりあえずね立て替えの油は除去して、また高圧洗浄開始です。
またね、大きな塊が落ちてきたのでフレックスシャフトがスタンバイ中です。もうね、チーズのパターンだと高圧洗浄で油剥がして縦管に落ちないやつはフレックスシャフトで砕いて縦管に落としてを繰り返す以外ね、他に何かやり方あるかな。これでまた縦管に落ちましたね。まだ奥にでかいのいますね。今ね、あの洗面台から水をずっと流してるんですけども、その理由としてはさっきね、縦管で詰まってるのを確認しちゃってるんで、油をね、一箇所に停滞させないように水で外へ外へ押し流してるっていう感じで流してますね。にしてもね、硬い油と出くわしちゃいましたね。なんとか縦管に油を落とすことに成功しました。またね、油が縦管に引っかかってないか一応確認しておきます。うん、大丈夫そうですね。そしてまた高圧洗浄で油を剥がしていきます。ちなみにね、この間も内視鏡は両頭使いで、台所からね、排水が溢れないか逐一チェックしながらやってますね。なんかね、排水の色も結構綺麗だし、油もね、大きいやつが出てこないで小さいやつがポロポロ流れてきてるんで、いい感じだなーって思ってます。ここうまいですよね。内視鏡のヘッドが油をガードして縦管に落としてくれましたね。まあね、そんな使い方してっから内視鏡よく壊れるんですよとはいえね、こうでもしなきゃ油をね、きれいに除去するって無理じゃないって思っちゃうんですよね。内視鏡自体もね、全然安いもんじゃないんで、むしろね、かなり高価なものなので、壊したくて壊すっていうことはまずしないんですけど、なんかね、もうちょっと内視鏡を丁寧に使いたいなと思ってはいるんですけど、なかなかね、難しいところですよね。見ながらじゃないと作業しにくい部分だし、見なかったら見なかったでね、油が取り残しやすいところだからね、数ヶ月後にまた詰まったとかってなっちゃうんで、今のところこの使い方になっちゃうなーっていうのが本心ですね。なんかね、ベラベラ喋ってたらまた水がね、油っぽくなってきましたね。まあね、このパターンは皆さんお分かりかと思うんですけども、やつが来るです。来ましたね。見にくいですけど、こいつで多分ラストの油ですね。ラストの油も落としたし、最終チェックやっていきます。ジャガラホースで一番最初の曲がりですね、はい、もうここ最初この辺が油がかなりいて、でこの先もいたっていう状態なんですけど、あ、ごめんなさい、先にちょっと水入れますね。この勾配道の方のをちょっと調べられる。で水入れてあげて、勾配って言って基本的には坂道になって、排水管って坂道になってるんですけども、
それが坂道が、上り坂になってたりとかになってちゃ、なっちゃうと水が溜まったりするので、その辺もちょっと踏まえて見れればなっていうところで、ここが一番最初の曲がりで、水溜まってないですね。こっちが下ですね、管の下入れて、この辺もかなり油がいたんですけど、だいぶ取れて、全然気になるような水の溜まり方はないですし、で曲がってここがちょこっと溜まってるかなっていうぐらい、あ溜まってますね。でこの先に油とかがいなければいわゆる勾配が悪いっていう状態で、悪いですね、ここが。でここが洗面台とのつながり、この排水管が、はいはい、でこのまますぐ行くとここでまた水が全然たまらなくなってるので、はい、この辺りですよね、4メーター先ぐらい、洗面台とのつながりの手前ぐらいが、さすがにこれは悪いと言えるぐらいな感じです、ね、水が溜まっちゃうと水より油の方が比重の方が軽いので、ここの辺にずっと油が停滞して、缶の脇から油が付着してって、それが徐々に大きくなって、今回みたいな感じになっちゃうんですよね。で、ここは最後洗濯機からワイヤー入れちゃいますんで、ここは清掃しておきますね。最後のくるくる回るやつの飛び散った油ぐらいなので、これは簡単に落ちます。で、この下が入ってかないんですけど、外からここまでは見れたんですよね。で、油詰まってる形跡はないので、また最後仕上げの時に外から清掃してやっていきます。とりあえずよかった。ちょっと過去最大レベルのレベル10ぐらいですか。油自体はそうでもないんですけど、なんだろう、作業の体感の構造的にちょっとややこしかった。最初この定時が分かっちゃった段階で、はい、ちょっと心が折れそうにどうしようと思って、ああよかった、いやーよかったですよかったです。色が変わってたところが油がくっついてたところですかね。色が変わってたと言いますと、体感の中の、そうですそうです、白くなってたところとか、基本的に排水管はもうグレーというかネズミ色とか青っぽいような色なんですけど。それ以外のやつはもう油汚れ、台所でしたらまあほぼほぼ油汚れですよね。ちょっと一呼吸置いてきてもいいですか。そうそう、はい、すいません。飲んでください。すいません。すいません。まあ大丈夫そうですね。で、まあ4メートルぐらいのところがカメラで見た通りちょっと水が3分の1かな、半分まではいかないですけど、そのぐらい溜まっちゃってるので、多分そこきっかけで詰まりやすいかなっていうところがありますので、定期的にちょっと水を溜めて流していただくとか、そういったのでこうそこに溜まった油をきれいな水でこう押し流す的なイメージでやっていただけると、また持ちが変わってくるかなと思いますので、あと今回定時っていうのが分かったので、さすがにあれは、まあ、今回みたいなこうがっつり油が集まってる状態でここから高圧洗浄入れてとりあえず流れるようになりましたみたいなことはできるんですけども、まあ大きさでこうストンって落ちるだけじゃなくて大きい油とかが剥がれちゃうと、結構施工したけどまたすぐ詰まったみたいな状況が陥りやすい構造になっているので、まあ、ここがゴボゴボ言い始めたりとか、なんか結構早めのそのサインが出たら早めにこう業者選定していただいて施工する方がよろしいかなというところではありますね。あともう片付け終わってますので、はい、あとこの辺の荷物車に積んで終わりになりますね。終わりに。
どうも、花です。見た？あれ、台所詰まり、普通のさ台所詰まりかと思ったら、まあ普通の台所詰まりではあったけどね。この定の字、定の字のここが2階の台所だったんだけど、2階の台所の詰まりで1階に、まあ、いつも通りさ大きな油落として、で下から高圧洗浄して回収すりゃいいやと思ってやってたらさ、トーラーがまずさ洗濯機の方上がってきちゃってさ、あれみたいな。その映像多分ないんだけど、まあそのね、洗濯機のところまで来たのは分かって、なんで下に落ちねえんだよと思って、おかしいなと思って、でさ、まあ何回かトーラー入れたらさ、まあ水はとりあえず流れるようになるから、その後さカメラで見たらさ、おかしいなって、まあ油汚れがきつすぎてさなかなか見れなかったからさ、じゃあ洗濯機入ったから洗濯機の方から見てみるかっつったらさ、排水がさこの定時でさ、え、この定時のさこの取っ手の部分っていうか、ここね動いてるこの右手のところ、右手のその縦のあんな取り方いいのかな。給水のさ、塩味の給水とかだったらさ基本ダメなのは知ってんだけど、あれ珍しいよね。久々にね焦った、焦ったっていうか落とせんのかなと思った。油はね剥がすことは絶対できるんだけど、さ大きく落ちちゃうからさ、塊でねこうボコンって取れちゃうから、そうするとさ奥から押し込も、押し込めばさ、エルボだったらさ曲がりだったらストンって落とせるからいいんだけど、定時だったらさ洗濯機の方行っちゃうからさ、でさ洗濯機から回収なんてさまあ無理やん。まあ防水パンだったらさ話は別なんだけど、あのスタイリッシュのさ、あのただ単に筒が立ち上が、塩ビは立ち上がってるぐらいのさ洗濯機でさ、なんとかさできたから良かったんだけど、あれは焦ったね。とりあえずさ、とりあえずめっちゃ疲れた。台所だけでね何時間、4時間とかかかった、4時間半ぐらいかかった。お客様もね なんかホッとしてくれたから良かったんだけど、まあ外も外でさトラップマスではあるけど、まあ通気蓋ついてるからいいっちゃいいんだけど、いいっちゃいいっていうか、まああれもないに越したことはないんだけどね。いやね、珍しいですよねっていう話です。もう腹減った、朝も昼も食わずにさ、結局1時半ぐらいからスタートできて、13時半からスタートできて、今なんか日付は嫌だからあれなんだけど、19時、まあさすがに現場ちょっと離れてるからあれなんだけど、まあ、19時ぐらいにお客さんにありがとうございましたっつって現場出た感じかな。戸建てでさ6時間半、かけ時間かけすぎなんだけど、時間かけなきゃあれどうしようもなくね。なんかある、いい具材フレックスシャフトでさ崩しながら落としてやったけど、あんなん内視鏡見なかったらすぐ詰まるで。焦った、これ2分割かな、動画どうできるかわかんない、もうヘトヘトまあ、あのすいません、あの愚痴じゃないんだけど、そういうこともありましたよっていう話です。じゃあすいません、最後まで見ていただいた方ありがとうございます。また週2本ぐらい、メインの動画上げさせてもらって、これからもやっていくんで、ぜひチャンネル登録、ご視聴、いいね、コメントよろしくお願いします。最近ねコメント時間取れるようになって、返せるようになってきたんで、また皆様とわちゃわちゃコメントなんでできればなっていうところではあります。じゃあねバイバーイ。コンビニなのでなんか周りにいっぱい人いるから手触れないです、お恥ずかしい。じゃあねバイバーイ。